リクルートグループのビジョンは Follow Your Heart、 一人一人が本当に大切なことに夢中になれる、そんな世界を実現したいと思っています。人は誰でも好きなことに夢中になっている時に発揮する力に勝るものはないですし、一人でも多くの人が情熱を追求できる機会を得られるような、そんな持続可能な社会を目指しています。世界から見たら私たちはただの小さな企業の一つに過ぎませんが、本気でこのビジョンを目指し、いいプロダクトやサービスを生み出し続けることができれば、きっと未来はより良いものになると信じています。今世界のいろいろなところで格差が広がっている中で、未来の地球と社会のためにもっとできることがあるのではないかと、みんなで議論して ESG、 つまり環境、社会、ガバナンスについてちゃんと目標を置いて進めていこうと決めました。正直とても高い目標を決めたので、簡単には達成できないとは思っています。でも10年前にはほぼ日本でしかサービスをしていなかった我々が、今では世界の数億人のユーザーと数百万社のお客様の仕事探しをお手伝いできるようになりました。グループの総力を上げれば、次の10年もできることはたくさんあると思っています。そしてこれを実現することは我々だけではできません。いろいろな組織や個人と連携しながら進めていきたいと思います。私たちのサステナビリティへのコミットメントをリードしてくれるのが COO のセナハです。彼女はまさに社会にいいインパクトを出していくことが私たちの未来の成長を作るんだという強い思いを持って進めてくれています。私たちはとてもユニークな役割を担っていると思います。私たちが事業にしている仕事は、人々にとってなくてはならない生活基盤であり、世界中の仕事探しのインフラとなるサービスを運営する私たちだからこそ、仕事に関する膨大なデータやテクノロジー、ノウハウを生かしてもっとできることがあるんじゃないかと思っています。世界の深刻な現状を表すデータとして、3ヶ月間収入がないと約 40% の人々が貧困に陥ってしまうというデータがあります。これを根本から解決するには、働きたいけど働けない期間をなくして自分で収入を得られるようにすることが何よりも大事だと思うんです。ここに向けて仕事探しを圧倒的に便利にすることで、2030年までに求職者が職を得るまでの期間を半分にしたいと思います。では仕事探しを便利にすれば問題は解決するのか。残念ながらそれだけでは十分ではないと思います。テクノロジーとパートナーシップを活用して障壁を下げ、2030年までに3000万人の就業を実現します。今回私たちの価値創造の源でもある従業員に向けても約束をしたいと思います。多様な従業員一人一人の好奇心から生まれるアイデアや情熱にかけることでしか新たな価値は生み出せません。多様性を何より大事にする企業として、まずはジェンダー平等にフォーカスします。また多様な個性が集うことでアウトプットの質が上がるのは経営の意思決定も同じです。そこで取締役会メンバーのさらなるダイバーシティ向上に取り組みます。すべての企業活動は地球環境が健全である状態でしか成り立ちません。そこで私たちは温室効果ガスの排出量削減に取り組みます。なぜ今なのか、なぜやろうと思ったのかということですが、リクルートグループは創業以来社会の負の解消を目指してきました。そして今世界で新型コロナウイルスが蔓延し、すでに不利な状況にある人たちにより厳しい影響が出ています。そのため今がサステナビリティを3つ目の経営戦略とする時だと決めました。具体的な目標数字と時間軸を置くことは、私たち自身に対する健全なプレッシャーです。今後の進捗を皆さんにご報告できる日を楽しみにしています。